アルガ先生こんにちは。こんにちは。1ヶ月前なんですけれども、はい、生徒たちに何かこう勉強方法ですとか、はい、あるいは精神面も含めまして何かアドバイスがありましたらお願いいたします。はい、そう、今まではなんかこう これから始まるその期間と比べるともうちょっと学校があって、でその帰りに予備校に来て例を書くみたいなものをこう断続的に続いてたと思うんですけど、ここから先はもう毎日来る日も来る日も一日書きとか一日で一枚完成させるみたいなものもこう連続してくる期間になるので、絵を描くことは大事ですけど、その前にこの心身の健康の方が大事です。それがないと絵描けなくなっちゃうので、それの管理というか疲れたらちゃんと休むとか、そう頑張りすぎずに頑張ることが大事になってくるのかなと思います。心身の健康、これが一番大事です。